にちは、庭里です。今日なんですけど、はい、田中由紀引き続きコラボ第2弾、まあ、また和光なりますさんでやらせてもらってます。ありがとうございます。和光なりますさんで、今日なんですけど久しぶりの対決になります。僕のチャンネルは1対1対決が結構人気なんですけど、当分やってないな、数年やってない。まず田中由紀選手お呼びします。はい、引き続きお願いします。はい、お願いします。ただいま対戦の動画でさっき僕クロスジャブ解説したんで、結構そこにも言ってたやつ、それまず見に行ってください。これやばい。はい、今日またちょっとスペシャルゲスト、はい、田中ファミリーから呼んでるんで、お願いします。お願いします。入り方お願いします。ブラズーカ先輩です。お願いします。お願いします。お願いします。あのヒーローズでも一緒に戦ってやらせてもらってるんですけど、まあ今ユウくんのチームクラウドもやってるし、PY ムンドのスクールでも、はい、やっていただいてます。ノレードのスペシャリスト、そして F のいただきも、あ、そうね、 YouTube 界では結構日本ナンバーワンの有名なグループ、いやいや、ナンバーワンゴールキーパーが、ブラズガさん、今大阪にも東京にもいるんですけど、ドッペルゲンガー本当に仲がいたこと説明すると、本当にいたよな、ドッペルゲンガーがいたっていうことで、近所にだ、東京在住ですよね。でも僕大阪住んでるんですけど、おふざけなしでいたんですよ。全部一緒です。もう身長も体型も髪型、髭、膝当て、膝当てしたしお前、あれねえだろお前一般道路マジでいたんで、似た方いたらもうまたコメント欄で教えてください。通報、はい、ということで、まあ今日ちょっとスペシャルなメンバー揃ったので、キーパー対フィールド1対1対決、あ、そうしますか。はい、はい、やってお願いします、はい、まあ、意外にフットサルの1対1醍醐味なとこもあるじゃないですか。確かにサッカーよりはよく起こるし、はい、うん、入りにくいね。決めやすいじゃんって思うけど、めちゃ難しいし、キーパーもむずいですよ。キーパーもむずい。ちょっと心理戦あります。ある、めっちゃある。ということで、まあ対決していきたいと思います。お願いします。お願いします。最初はグー、チョキン、グー、テンポル。おお、ここの対決と、ここの対決ですよ、もうブラズーカさんで。あ、そういうことね。5本ずつやります。5本ずつやって、どっちが多く取れたか。 OK、 わー、わー、うれっしゃ。慣れさせないように。そんなことないんだけど、見られ方落ちたらまずそこだよ。僕1対1のプロなんて言うても、まあ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 、一歩目は一歩、全然まずあの距離のブラズーカさんの顔に慣れてない。慣れてない。そう、出ないんだ、ブラズーカさん、ついてくるんだ。でかいとかあるんだ。止まっちゃう、こっちが。ああ。分かってた、今、ほんとに。いや、分かった。一番分かったね、なるほどね。うわぁ、うわぁ、頼まれないな。素晴らしい、素晴らしい。マジか。うわぁ、あれついていくの、いくよ。うわぁ、これはもうゾンビディレですよ、これ。ゾンビじゃん。素晴らしい。早く打てよかった。これでかい。今、3本目。これ3本目。やばいな、それだから。2本目やばい。2時間アップしてきてる。ブラズーカさん。チャリできただろ、お前。お前。
これ決めないとちょっとやばいな。最悪。で俺もう決めないと。もうこれゆうきくん決めたら終わり。もう決めたらですよ。じゃあ。まあとりあえず行きますか。とりあえずゆうくんこれ決めたら決めたらもう一回もう一回やらしてほしい。もう一回ね、ちょっと、あ、今のアップとして映すけどやらしてほしい。これ決めたら、はは、やば。一対一のプロなんて言うても、なんとか1分見たんだよ。早いよお前。5本だけしかやってるよ。おかしいな。俺こんな5本やって5本入らんことない。いや、ないないない。なかったよ今まで1対1。確かにね。確かに。珍しいね。でもブラズでも全部決めてるじゃないですか。1対1得意なイメージあるもん、ね。めっちゃ得意ですよ。これやっぱブラズーカ効果じゃない？えぐい。絶対そうやな。ブラズーカのこっちか。あの距離まだ慣れてない。いや、そうだ、あれ慣れてるな。慣れてるじゃん。じゃあ一回、さあ、視聴者の全然見てもらっていい？ちょっと、俺カメラもらうんで視聴者の皆さん、ちょっと見てほしい。ボールないでさ、俺の目のやり場のドリブルしながらいきます。こっから、ピーって始めます。はい、はい、来ました。だいぶやってるもん、1対1を。それありますよね。慣れてる俺は。だって名古屋さてからやってるからね。あ、そうだそうだ。そうそうそう。もう3本だけ。あ、もう3本だけやろうか。ラスト3本だけお願いします。3本ずつ、すいません、村田さん。お願いします。あと分布しないと。そうだ。これ先行いきます。うん、ちょっと俺先行いこう。ここ分布していこう。圧迫されちゃってるよ、これもう。圧迫されちゃってるやん。あんなことなんねん。やばいな、初めて見たこんなん。初めてあんな。結構本気でイップスだ。本気でイップスだ。なかった、分かった。6メートルまで出るのがセオリーじゃん。だけど、あいつ出ないよ、なんか。そうね。駆け引きしてくんの。独特や。あれイップス、ラズンかイップス。やばい。出ねえのダリーやん。そうね、出ないのか。そうだからループも決まりづらいよ。ループもね、距離がね。おーほら、何今リプレイ、今のリプレイ。おーほら、なんでやってくる。いや、今やだそんな。高等教育大統領。ブラジルさん普通だよ。ははははは、おい、ちょっとやばいな。今何本？え、もうこれ7本やったら7本入らなかったことなんて人生で初めて。イゴールでも俺5本やったら2は入ってますよ。あ、そう。1対1はね。2本。うわぁ、触った。うわぁ、お前昨日やれよ。お前決められてんねん昨日。オッケー、始めよう。うわぁ、えぐい。うわ
ああこれ入らんのや、絶対入ると思ったのに。力んじゃってる、力んじゃってる、いつもと違うよね。まあラストあるから、まあでも同点ですよまだ。この試合に関しては確かにここだけなんかグッとくる。パイじゃん。やばくない？めちゃくちゃかっこいいやん。終わり方やばくない？ちょっといけ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 。終わりや。やばい、力んでる。緊張緊張。緊張しますね。YouTube で緊張してないですけどね。よし、終わろう。はい、ということで今1対1終わって、結果はまあ僕らの勝負だったんでね、結果は全部合わせたら3-0だった。3位入って、そして村塚さんに1本も決めることできました。いやマジですごいわ。赤と決まんないのはちょっと、あちょっとね、打たれると思ったの。あそう、まあ、打つのは基本打たないんで、もともとなあ、うん、やっぱ今日の何だったの、ね、もう足絡まりまくったよ。あのローマ選抜のキーパーたちと一応の一番すげえとこでやってるよ。あいつイタリア優勝したんだよ。えそうだよ。でも俺大体向かい合って分かるんですよ。ローマ選抜と一対一した日本中一じゃないですか。あっちはどっちかというとプレッシャーあるじゃないですか。確かに確かに。あのもう入った瞬間、あもういけるってなった。ブラジルさんもうこのパス来てトラップの時点で来てる。そう、もう上げた瞬間ここにあるんです。視聴者さん見てもらったと思いますけど、やばいじゃん。あの距離だから、あれすごい熱いよ。やっぱあるんだよ、一見ブラジルか。え、プツされるともうスポスポやん。そう、でもお前マジでモチベーションにあるの。そう、今日ちょっとあったんですか。モチベーションっぽにしかない。そんなことなかったから。いやまあということでね、ティーワイムンドさんのチャンネルも概要欄貼ってますし、あとブラジルさんの YouTube 貼ってくれるお願いします。まだ今出てるかわかんないですけど、どういうやつ、このまあキーパー主に、うん、めっちゃいい、うん、今日実際にね、そう結果出てるからこれ見に行ってくださいっていう。まあ村塚さんの SNS 概要欄に貼ってるんで、そこからまた YouTube 報告あると思うんで、ぜひ皆さん登録して見てください。最初もありがとうございました。ありがとうございました。